ボタンを押して電源をオンにします。2、上部の三角マークがついたボタンでモードの切り替え。3、上の三角マークを長押しするとアシストモードを自動で選択するオートマチックアシストモードが起動します。ヤマハの最新モデルワバッシュの試乗をしました。それがこちらなんですけども、 e バイクグラベルロードバージョンですね。コンポーネントは GRX の810で組まれてますね。カセットとスプロケットは SLX グレードだと思われます。ブレーキも GRX、 STI も GRX、 ハンドル周りはこんな感じで、ここで強さを操作で、押し歩きモードがあるんですけど、これは日本では使えないそうです。でここはライトで、ここが電源で、ドロッパーシートポストのボタンもあって、ここで上げ下げができるという感じですね。所感としては MT プロ1ヶ月ぐらい借りて乗ってたんですけど、 MT プロと比べるとだいぶなんですかね、 MT プロは力強くガッていく感じに対して、こっちはスムーズにスーっていく感じで、軽い E バイクっていうイメージです。700×45C 入ってるんですけど、それのブロックタイヤですね。ですけどもかなり軽く感じます。注目モデルのワバッシュの試乗でした。続きましてヤマハのクロスコア RC というモデルの E バイクに乗りました。こちらはハードテールモデルにはなるんですけど、パスついてます。ただ基本的に山で乗るっていうよりは、タイヤ見てもらうと分かるんですけど、結構街乗り、いわゆる快適なクロスバイクに近いかなっていう感じです。で先ほど乗ったワバッシュと、心臓部ドライブユニットは一緒らしいんですけど、はい、ここの、変速機だったりとか、ドロッパーシートポストがついてなかったりとか、そういったところでワバッシュよりお手頃価格で買えます。で乗った感じなんですけど、ワバッシュよりこちらの方が軽快に走るかなと思ったんですよ。あちらはブロックタイヤですし。ですけども実際私の感覚で言うとワバッシュの方が早く軽く走れるんじゃないかなと思います。そこら辺はちょっとヤマハさんに今から聞きに行こうと思います。なんで全く浮いてそうなんです。思っただけ重さを感じたくらい。フレーム一緒なんですね。で心臓部も一緒。いやもう刺すとちょっとタイヤの違いですか。でちょっと完成車だと思って後ろが軽く感じます。こっちがやっぱクロスは多いんですよ。はいはい、あこっちが多いですか。注文、値段は10ぐらいきましたっけ。10万ぐらいで、30ぐらい、30ぐらい、そうですね。200キロ、200キロですか。200キロはすごいですね。なんか今まで、そうですよ、数年前100キロぐらいが走りはいいかなみたいなイメージだったんですけど、でもいいっすね、もういいと思う、これいいと思う、そうですね、ぜひ、もう入ったらすぐ、左を使うと、弱いしてますね。